はい、タンタンです。今日は、ハワイ買い付け品ですね。またご紹介したいと思います。こちらがですね、カマカの8弦ですね。 HF38 になりますかね。80年代ぐらいのモデルになるかと思います。ホワイトラベルの、8弦ということで、なかなか状態こんな感じで、結構トラメも綺麗に出てて良い感じの木目かなと思います。ただね、1箇所写真でもあるんですけど、バックのですね、ここの、そうですね、この部分なんかこう塗装がこう取れた跡があるので、なんか貼ってたのを剥がしたのかちょっとわからないですけれども、この部分がちょっと塗装が剥がれてるなというのが1点。結構このバックの木目も綺麗なんですけどね、はい、っていうのが1点と、ピックアップがこれ貼り付けのね、タイプのピエゾがついてまして、ジャックがこういうタイプ、フラッシュマウントですね。エンドピンにはなってないタイプ、珍しいタイプなんですけども、こちらのジャックがついているという感じですね。音の方はピックアップ自体は結構古いんで、とりあえず音が出るかなというぐらいで考えてもらえればいいかなと思いますね。音はね、すごく華やかで綺麗な音がしますね。演奏性も非常に良いですね。弦高をかなり下げてあって、2ミリちょっとぐらいかな、2ミリぐらいかなの弦高になってるんで、ネックはね、微妙に順ずり気味かなというぐらいの状態なんですけれども、見ての通りサドルの部分ですね、ここでブリッジの部分削ってサドルも落として、弦高の方を調整してるんで、かなり弾きやすくはなっております。なかなか8弦は6弦の方がまだちょこちょこ今回の買い付けなんかで見ても少し入ってはいるんですけれども、なかなか8弦はね、弾数少なくて入ってないので、こういった形で、探してた方はね、ぜひお早めにお問い合わせの方いただければと思います。ということで、カマカの8弦ですね、テナー8弦、80年ぐらい、だと思います。こちらのホワイトラベルの8弦ですね、はい、こちらの方販売開始いたします。6弦も、今いくつかありますので、そういった復元のウクレレ探している方はぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。